さあ、今私は山を登っております。今日はどこへ向かっているかというと、北の聖地と呼ばれている白銀荘についに向かっています。アンドサウナ、あの、まあ、有名な茶道のドラマでも、ロケ地になっている白銀荘なので、サウナが好きな方はご存知の方も多いんじゃないかなと思いますが、本当に大自然の中なんです。周りも、もう本当に木々に囲まれていて、どんどん山深い感じになってきています。で、場所でいうとですね、上富良野町というところにありまして、札幌の市内とか、あとは、新千歳空港からだいたい車で3時間ぐらいの場所にあります。冬の北海道のサウナといえばっていうようなね、場所になっているので、皆さんに、まあ、北海道外の皆さんにもこの冬のサウナの良さお伝えできるんじゃないかなと思います。お、来た来た来た、吹上温泉保養センター白銀荘。あ、着きました。いよいよ来ました、白銀荘です。やってまいりました、聖地のサウナへ。暖かさをキャッチします。水風呂ならぬ雪風呂。うわっ、着きました。寒い、寒すぎます。もう多分気温がマイナス15度ぐらいかな。寒すぎて、もう今私トレードマークの眉毛が凍ろうとしてるのが分かります。もうなんか眉毛がビシビシしてる。めっちゃ寒いです。すごい、ちょっともう寒いから早くサウナ入りたい。寒い寒い、ついに来ました、アンドサウナ。じゃあ行きましょう。すごい、皆さん知ってます？スノーシュー、これあの昔でいうかんじきっていう靴のね、周りにつけるものなんですけど、これつけると雪の上歩きやすくなります。借りられるんですね。なんかいろいろ登山用のヘルメットまで無料で貸し出されてます。山に来たって感じますね。よし、じゃサウナハットかぶってこれでいざね、サウナへ。あれ、佐久間くんのサウナハットじゃなかった、登山用のヘルメットでした。いけねいけね、早く入りたすぎて間違っちゃいました。さあ、着替えました。ではいよいよサウナ行きましょうか。あ、外も見えてますね。わー、開放感。お風呂場の壁が木でできてるって珍しくないですか。水風呂からのサウナですね。あ、サウナが私を待っているけど、やっぱり冬ちょっと寒いので、先に体温を上げるために湯通しをしてからサウナ入りましょう。温泉いいですね。なんでお風呂の真ん中にこんな大きな石があるんだろう。何か意味あるのかな。そうですね、
お湯は割とサラッとした感じで優しいお湯ですね。なんか入りやすそうな。でね、外にはなんか露天風呂もすごいいいらしいんですけど、まあ、それちょっとまた後ほどでお楽しみということで。壁の木と一緒かな、似てますね。山にいるからか山小屋に来たみたいな雰囲気ですね。目の前にストーブもいいですよ。温まってますよ。なんか石大きめが多い。温度がですね85度ぐらいになってます。で、暑すぎずずっと入ってられるのもいいですよね。だけどやっぱりこう高温すぎるとやっぱり苦手な方とかね、ずっと入ってるの難しいと思うんですけど、80度台だと私的にも気持ちよく何セットも入りたくなる温度かなっていつも感じますね。今だとマット間引かれてるんでだいたい6人ぐらい、向こう側が3段になってて、で広いところは2段になってるっていう、2段目というか今私が足を置いてるとこなんですけど、この幅広いじゃないですか。これ私嬉しい。なんかゆっくり足組んだりとか、もちろんお客さんたくさんいるときはできないですけど、まあ、ちょっとあぐらかいたりとかするのに、やっぱここの幅が広い方がくつろげますよね。まあ私だったらこんな感じであぐらかいて、でもっと暑さが欲しいときは手を挙げて暖かさをキャッチします。よし、じゃあここで水風呂と行きたいところなんですが、今日は水ではなく私は雪に呼ばれてます。外出ますよ。水風呂入んないで外に出る。まさに白銀の世界。水風呂ならぬ雪風呂。ほらもうね、先人たちがここで雪風呂してるじゃないですか。じゃあ私はここのまだ誰も行ってないところ行きます。行きまーす。うわっ、うわーすぐ痛い。
持ちいい。あ、雪風呂すごい。体の細胞が一気に目覚めました。ちょっと休憩しようかな。お気をつけください。いいとこに、いいとこにベンチがある。冷えがい記憶ってことで座ってみます、ね、あ、でも気持ちいい。あ、風がいいですね。なんか気持ちいい風通ってる。なんかね、空気が新鮮っていうか綺麗なのか、澄んでるっていうんですかね。皆さんがここを聖地って呼ぶのがすごいよくわかりますね。見てください、ここいいとこあった。ここに座れば足温めて足湯しながら外気浴できる。これはいいぞ。これ外は今マイナス15度とかすっごい寒いんですけど、やっぱね寒くないんですよ。ポカポカしてる。だって髪は凍ってるんですよ、もう今毛先は凍ってるけど体はあったかいっていう。これはいいな。整った。 Now my wheels in motion and my